やり抜く子が将来成功するはいこんにちはライフコーチのミスターオカチですやり抜く子を育てるための行動習慣を紹介していますはいということで、えー、先日もお話ししましたけどこの度2021年5月にミスターオカチは本を全国出版することになりました パチ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 ということでねこれも先日ご案内したんですけどそのタイトルはやり抜く子と投げ出す子の習慣なんですなので今日はなぜその本を出版しようと思ったのか WHY 不安の部分を頭を整理しながらお話ししたいなと思っております一言で言うとやり抜く子は幸せになれるからですはい この動画を最後まで見ていただけたら、えー、お子さんが幸せになるための考え方が分かるようになりますので、最後までご視聴ください。えー、このチャンネルでは、子育てを頑張るお父さんお、お母さん、子供の教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるためのライフスキル、そして行動習慣にフォーカスして、えー、紹介しています。興味がある方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SN、SNS でも毎日配信してますので、概要欄から繋がってください。 ということで本題いきましょう「なぜオカッチがやり抜く子と投げ出す行の習慣」という本を出そうと思ったのかはいからですいやもっと言えば子どもだけではなくて大人も全ての人に幸せになってほしいで特に僕は子どもの教育に関わってるから子どもに幸せになってほしいからです 幸せを願う親御さん大人の方多いと思うんですでもね幸せって何でしょうか、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど僕,僕にとっての幸せというのは ありのままの自分を肯定し最高の自分を表現することですすありのののまま自自分分をを肯定し最高の自分を表現することこの2つが大切なことやと思ってます、えー、まず1つ目ありのままの自分を肯定するどれだけお金持ちになってもどれだけ一番になってどれだけみんなから褒められても自分なんてダメだ自分なんてまだまだ全然いけてないっていうふうに自分を否定していたらこれ幸せにはなれません ね、で自分のことはいい自分はこんなこともできてあんなこともいいよね自分は OK だよねケー、OK、だよねって自分を肯定はするけれども全然行動しない新しいことに挑戦しない最高の自分を表現しようとしないそうなると成長しないから本当に欲しいものが手に入らないんです。 だから本当の幸せになるを手に入れるためにはまずは自分自身にイエスっていうありのままの自分を肯定するということとそして肯定した上で自分が本当にやりたいと思っていることを行動することそして挑戦し最高の自分を表現することこの2つが大事やなと思っているんです。言い換えれば 夢中になって生きるということなんです。自分がやりたいということに没頭し、あっという間に時間が過ぎたって、最高の集中力、極限の没頭力でその物事に集中している状態、それがまさに幸せなのかなと思ってます。これはあの幸福を研究していた筑山とミハイ教授もそのような話をしてます。人間というものは、えー、没頭している状態、夢中になっているフロー状態の時に最高のパフォーマンスを発揮できて、最高の幸福感が 得られるそのような話をしているんですだから僕は本当の幸せになるために夢中になって生きてほしいんですつまりありのままの自分を肯定し最高の自分を表現するそして自分がやりたいことに没頭してほしいそのように願っているんですそれを一言で言うとやり抜くこうなんですよやり抜くこうは夢中になっているんですやり抜くことは何か それは、自分がやると決めたことじゃやるとと決めたことをやると決めた自分がやりたいことを最後までやり抜く力です。はいこれはいわゆるやりたいって気持ちをずーっと持続させる力情熱を持続させる力ですねワクワクをずーっと持ち続ける力です。はいいこれがねととててても大事やと思っていて でえー、このように、ね、やり抜く子っていうのは自分ならできるっていうふうに自分のことを信じているからやったことない新しいことでも挑戦していろんな能力を身につけることができるでいろんな能力を身につけてやればできたっていうその達成感とかできたっていうその成長成長した感覚がもう一回やってみようっていう、えー 新しい一歩につながって、えー、最後までやり抜ける力を育んでいくんですでそのように自分がやりたいからやるんだって思いを発言して思いを持って行動していたらいろんな人に協力してもらってたくさんの人が集まってくるそしてたくさんの人を巻き込みながら自分一人ではできないこともみんなの力を借りて成し遂げられるようになるそして自分が幸せになるだけじゃなくて周りの人をみんな幸せにすることができありがとうを言ってもらってありがとうを言うそうやって感謝って。 したと喜び幸せとと達成感そのような毎日を過ごすことができるんですはい、だから僕はやり抜く子を育てたいやり抜く子になれば、えー、自分の気持ちを大切にし相手も大切にするその中で最高の自分を表現していつでもどこでもたくましくそして自分らしく生きられるのではないかなって考えてるんです。やり抜く子やりり抜抜くく力を身につければ 自分を大切にしながら相手を大切にしいつでもどこでも最高の自分を表現して喜びにあふれた人生になる幸せになれるそのように思っているんです、はい、実際そのグリッドと呼ばれるやり抜く力を持った子どもは将来、えー、学歴年収幸福度が高いというような研究成果も報告されています、はい、まととめると僕は 子供たちに幸せになってほしい。いだからやり抜く子を育てたいんです。幸せとはありのままの自分を肯定し最高の自分を表現すること言い換えれば夢中になって生きることなんです夢中になって生きるそれはまさにやり抜く子なんです。自分がやると決めた本当に自分がやりたいことを夢中になって最後までやり抜ける。 そそんんなな子供なんですそうやり抜ける子どもやり抜く子どもになったら最高の自分を表現できてそれは学校だけじゃないスポーツの時だけじゃない学校を卒業してもスポーツをやっていない時でもいつでもどこでも自分の力を発揮できてそして周りを大切にしながら幸せに生きられるたくましく自分らしく生きられるそして幸せになれるそのように思っているだから僕はやり抜く子を育てたいと思っているんです。 そしてこの本を出版するこことになりましたこの本っていうのはやり抜く子を育てるための親の関わり方をまとめた本です。はい、こんな感じですね。あのー、まあうまくまとまってたかどうかわかんないですけどまあこういう思いがあって、えー、今回「やり抜く子」と「投げ出す子」の習慣を、えー、紹介さ、えー、は出版させていただくことになりました。はいえー、少しでも、えー、共感そして「賛同」そして「いいね」で「おかち頑張れ」と応援してくださる方は「 ええー、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるためのお子さんが幸せになるための 関わり方を紹介しています、えー、興味がある方は最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンをポチッと押してチャンネル登録ボタンの横にある鈴マークをポチッと押していただいたら通知が届くようになりますのでお願いします。あとインスタでも毎日配信してますのでインスタでもつながってください。はいということで、えー、こ,うこうやってねヤイヌっを育てるための行動習慣 を今後とともねこの YouTube でやっていいいきたいと思います今日がね、まあ、2発目ですかね。今までは本音できるための行動習慣にフォーカスして紹介してきました。これからはやり抜く子。この一手にフォーカスして、えー、配信していきたいと思います。えー、まだまだつたない説明ではありますけど、えーとーね、不完全な状態でも出すということ。これもね、やり抜く子を育てるためにとても大事な考え方やと思ってます。完全になってからやる。完璧になってから発表する。アウトプットするんじゃなくて、不完全な状態でどんどん出していく。 出しながらアウトプットしながら練習しながら成長していくその成長していく姿が子供にも力を与えるそのように思っています、はい、なので、えーまあ、今のこの状態ですけどもどんどんアウトプットしていきたいと思っていますこれからも応援よろしくお願いしますはい以上ですジエンド。それではワンダフルな一日をお過ごしくださいありがとうございます